いい準備がまあできてるんじゃないかなと思います。はい、はい、やばい、こんな笑い声とか入っちゃうオリンピックの時とかはまだついていく立場っていうなんか認識、まあ、それじゃダメだったのは分かってるんですけど、もうついていくだけって感じでやってて、今はやっぱそれではダメだなっていう意識は持ってます。はい、そうですね、あの名簿とかにも自分たちが真ん中の位置に入ってきたので、やっぱり自分たちも全然わからないで必死についていってた時期があるあっては一番理解できるので、あの私とひまわりがこう率先してやっていこうという自覚はあるんじゃないですかね。かねとかねあります。あります。最初の 何年前4年前5年前からもうひまわりとずっと一緒に、あの唯一同い年で選ばれ続けて、もうどんなに辛い時もひまわりがいて、もうきついねって言いながらずっと頑張ろ頑張ろって、でもなんかさ頑張ろ頑張ろって言いすぎるともう頑張っとるやんってなっちゃうから結構もう楽しもうみたいな感じで、ね、東京オリンピックは楽しもうに変えたら東京オリンピックは楽しかった、ね、楽しかったね。なんか自分ベンチだったんですけど、ベンチでもすごいいい経験させてもらったし楽しかったし、なんかチーム全員で戦ってる、今までね4年間5年間かけてこう落とされた人もいるから、そういう人たちの分までって思ってできたのが変化だったの、てか収穫だったなと思います。でもさっきひまわりが言ってたように、あの本当必死についていくだけだったんですけど、やっぱり東京オリンピックを終わってみて、なんかまだまだやれる自分に出会ったので、やっぱそのあ人のこと言うから、そう多分そう自分のこと言ってんなと思ってた。あ、じゃあもう一回あのさっきのカットで、ひまわりは、まあ、そうですね、東京オリンピックから、まあこう東京オリンピックからじゃないの、ずっとこうスタメンでやっていって、あの今回の合宿も副キャプテンなのででもおいそれやってもう全あの取材に言ってるんですけど公表されてないんで、あのひまわりのバックアップをできるように自分も声出して頑張って、じゃあ自分じゃないんですよもう本当に自分のことで、ひまわりがこう副キャプテンなんで、あの自覚と責任が出てきたんじゃないかなと思います。本当だよどうですか副キャプテンとしてそれはマジでどうですか、置いといて、まあ、そうですね、自覚と責任はもうなんか持ってるって言ってくれたんですけど、まあ、自分ではまだまだできてないなと思うんですけど、本当かよそこは持っていきたいなとは思ってます。持ってますよ、持ってます何これ持ってます。アメリカはなんか元々どうだったのか分かんないですけど、ちょっとメンタル強くなったかなとは思います。本当にあのまあなんかあの見た目上ポジティブに見えるんですけど、まあ、やっぱひまわりが一番分かってると思うんですけど、結構豆腐メンタルだな。そうめちゃめちゃ豆腐じゃないの、もうガラスと豆腐とねちょねちょもうねちょねちょメンタルなんですけど、でも最近はそれがなくなって、まあ、逆にあの人のことを見れるようになったんじゃないかなっていう感じです。プラスしてやっぱりコーチとも同じレベルで2回やってきたことがしっかりその成果に出ないとやっぱ嫌になってってどんどん悪い、心
オリンピックはすごい頑張ってやってきたことが成果になって結果につながったからすごい自信にもなりましたし、あ、なんか頑張ってよかったなと思えたんで、それを今この頑張る時期、まだ頑張る時期で、それが少しずつちょっとずつ成果になってきてるように見えてるんだったら、それはもう本当もっと自分たちが感じるぐらいまで成果になるように頑張ってきて、本当うまくいくようになってったら、それがまた楽しいバスケになるのかなと思います。うん、すげえまとめたから、私言うことないんですけど、アジア大会とかもこうオリンピック終わってこう時間ない中行ったりしたので、その理解をもう、あの、なんて言うんですかね、ザーッとやって行ったみたいな感じだったので、あ、こういう意図があるからこういうことをやりたいんだっていうのを、こう恩塚さんが結構ミーティングで話してくれるので、いいバスケができていくんじゃないかなと思います。うまくいかんときはいかんけどな、うん、いい時を増やしていけばいいんで、お母さんみたいな、保護者みたいな、うまくいかんとか、やっぱさっき言ってたみたいに、まだ完成はそんなにしてないので、うまくいかないプレーもやっぱあると思うんですよ。そういう時はやっぱ、なんていうんですかね、前良かった時のそのプレーを見て、みんなあれって思うかもしれないんですけど、やろうとしてることがどんどんその形にはなってきてると思うので、そういう目で見ていただければ、まあ自分たちは結果を求めて勝てるように頑張るので、てか勝ちます、頑張ります。ひまわりプレー面言ったから、うん、そうね。自分は、代表の活動が結構海外がこれから、あのコロナも収まってきて増えるので、日本でやる機会がなかなかないと思うので、ぜひ足を運んでいただいて、いいぜひ足を運んでいただいて、インサイダー暁もあのこうちゃんとチェックをしてもろて、もろて高評価グッドボタンお願いします。インサイダー暁。